実際には年齢は関係ありません。慢性的な皮膚炎、皮膚疾患になるので、基本的には皮膚科への受診というのがやっていただきたいことになります。皆さんこんにちは。大人女性の美容事典、メイクアップ担当のまみえです。10月はニキビをテーマに毎週お話をしていきます。今週は皮脂の分泌が多くてニキビができてしまう、いわゆる思春期ニキビについて、その特徴とケアのポイントをお話ししていきます。大人女性の美容事典では、あなたの美容と健康に役立つ情報を日替わりで配信しています。チャンネル登録もよろしくお願いします。思春期ニキビについてなんですけれども、ニキビができる仕組みというのは、先週お話しした通り、何らかの原因で毛穴が塞がってしまう、そして毛穴の中で炎症が起きて膿が出てくるというのがですね、ニキビの大まかな仕組みだったんですが、思春期ニキビですね、いわゆる思春期の時によく見られるニキビは、思春期になると皮脂腺の発達が活発になります。で、活発になるとどうなるかというと、皮脂の分泌がたくさんされるようになります。皮脂っていうのは毛穴から出されるんですけれども、そのせいでどんどん排出されるので、毛穴が詰まりやすくなってしまう。そして毛穴が詰まると、中でニキビ菌がどんどん活発に活動して、炎症を起こして膿ができてニキビになってしまうっていうのが思春期ニキビの特徴です。ただですね、この思春期ニキビっていうのも、まあ思春期の頃によく見られるからというので、思春期ニキビと呼ばれてますが、実際には年齢は関係ありません。年齢よりもその皮脂が過剰に分泌されることが大きな原因でニキビができるというふうに考えていただいた方が、スキンケアの仕方っていうのね、上手にできるんじゃないかなと思います。思春期に多い思春期ニキビなんですけれども、やっぱり皮脂腺の多い場所にできやすいです。額、頬、あとは顎先なんかに目立つのが特徴だったりします。で、皮脂っていうのは最初はまあ無色なんですけれども、黒くなってしまって黒いニキビになってきたり、膿が出てきてしまうと、今度黄色っぽいニキビ、白っぽいニキビになってきたりもします。それではスキンケアのポイントなんですけれども、皮脂コントロールがとても重要になってきます。皮脂の過剰な分泌をできるだけ抑える、あとですね、古くなった皮脂をそのままにしておかないためのスキンケアというのがすごく大事になります。まずですね、皮脂腺が活発になっているので、どんどん皮脂が分泌されるので、洗顔は丁寧に行ってください。できればクレンジングと洗顔のダブル洗顔だったり、ダブル洗顔がちょっとめんどくさいなっていう方でしたら、オイルクレンジングを使ってみたりして、汚れを丁寧にしっかり落とせるものを選んで丁寧に洗顔をしてください。そしてこの皮脂の分泌が多すぎてできるニキビでしたら、ニキビ専用のスキンケアというのも効果があります。サリシル酸といってアクネ菌にも効果のある成分が配合されていますので、アクネ菌そのものもちょっと抑えながらケアをしていけます。またニキビ専用のスキンケアっていうのは、エタノールですね、化粧用のエタノールとかも配合されているので、スッとした感じがします。結構やっぱ皮脂が出るとベタついた感じっていうのがすごく強くなって気持ち悪いなってなるんですけれども、さっぱりとした洗い上がりになるので、すごくあの使用感も良くなるように設計されて作られているので、ぜひ試してみてください。そして洗顔後の保湿もしっかりと行うようにしてください。皮脂が出てるから保湿はいらないではなくて、皮脂っていうのはですね、お肌が乾燥していると余計に分泌されてしまう傾向があるので、お肌の保湿というのはしっかり行っていってください。今すでにもうニキビができていて、どうにかしたいっていう方ね、多いと思うんですよ。基本的には皮膚科への受診というのがまずやっていただきたいことになります。というのはですね、ニキビっていうのは慢性的な皮膚炎、皮膚疾患になるので、やっぱり専門は皮膚科になります。で、皮膚科に行けばですね、アクネ菌を抑えるための薬というのがいろんな種類処方されますので、ニキビケアを効果的に行うことができるので、ぜひまずは皮膚科を受診してください。そしてもう治療になっていた場合には、お医者さんの指示を守ってスキンケアも行っていってください。まとめると、まず皮脂の分泌を抑えることができるように、そして余分な皮脂をお肌の上に残さないようにするためのスキンケアが必要になります。そしてすでにニキビができているという場合には、まず皮膚科に行って処方をしていただいたり、お医者さんからの指示を仰ぐというのが基本になりますので、ぜひ参考にしてみてください。
それでは来週は乾燥が原因によるニキビについてですね、お話ししていきたいと思います。いわゆる大人ニキビというものですね。ぜひ来週の配信をご覧ください。それではまたお会いしましょう。 See you soon!